山嵐のジレンマって話知ってる？山嵐？あのトゲトゲの？山嵐の場合、相手に自分のぬくもりを伝えたいと思っても、身を寄せれば寄せるほど体中のトゲでお互いを傷つけてしまう。今のシンジ君は心のどこかで痛みに怯えて臆病になってるんでしょうね。